はい、というわけで先ほどに続きましてボリューム2ということで横浜祭り K1 横浜大会のカード発表記者会見がありましたので、僕はねちょっと動画撮らずにはいられなかったんで、少し注目カードの方を紹介させていただきたいと思います。なんといっても、まずはやはりね石井聡 K1 参戦ということで、まあ今のね本当オリンピックシーズンにうまいことね合わせてきたなっていう風に僕は正直思いましたね。福岡ではなくタイミングとしてはこの夏のね、横浜大会で発表できたっていうことはね、すごいインパクトがあって話題性もあるんじゃないかなというふうに思いましたね。その対戦相手の、相高亮ですよね。まあ亮はやっぱりね前回福岡大会でね刑事選手にあと一歩のところまで行ったんですけど、まあ敗戦してしまった結果はあるんですけど、本当ねあと一歩というかね、本当あと1ミリの勝負やったかなというふうに思うんでね、実際ね前回のチャンピオンのカルミアンにも本当ねあと一歩で負けてしまうっていう結果になったんですけども、試合後も僕はね亮に声かけたんですけど、そんな金さんのところでねやめてしまうとねもったいないというか、なんか最近やっぱ亮のね、練習姿とかもね近くで見ながら試合見るとやっぱり成長もすごい伺えたんで、ここでやっぱもったいないなと思ってね、まあ何せよ本当、まあ、僕も亮もですけどねパパファイターですから他人事とは思えないというか、自分もね息子長男が生まれて一発目の試合で安保選手との試合で頬骨骨折しちゃってね派手な敗戦を喫して、これでもう俺も終わったとやめてしまおうと思った自分もいたんですけどね、こう周りのとある方のお言葉でね再起できたと言いますか、まあお前がねやる限りは応援するよっていう声をねかけていただいたのが、まあ、カムバックできたねお言葉で、今こうしてねチャンピオンになれたのもねやっぱりそういう周りの人のねおかげという感謝の気持ちもたくさんあったんで、そういうきっかけがね一つでもあれば亮もやっぱり一歩二歩また進めるんじゃないかなっていうふうに思ったんでね、まあ本当にこの試合はめちゃくちゃ楽しみにしてます。まあ石井選手はねまあ柔道家なんで MMA の方はね向いてるんじゃないかなっていうふうな声もね、多いと思うんですけど、やっぱり格闘家としてのねまあ柔道家としての運動神経のポテンシャルとかっていう部分ではね多分人間界ではズバ抜けてると思うんでね、ここは大注目したいところですね。まあ亮もやっぱ本当にね最近子供生まれたからとかっていうわけじゃないけど、すごい力入れてねトレーニングしてるんで、ここはね大注目というかね、ここもねやっぱ一ファンとして客席で見たいなっていう思いがありますね。まああとはね西本なるふみ VS、村越裕太、これはね本当ねなるはこう実力でね一歩一歩着実に階段上がって掴み取った試合だと思うし、会見でもねこう番狂わせとかっていう言葉は実際にあったと思うんですけどね、僕はもうねなるも胸張って番狂わせとかじゃなくて俺が普通に勝ちますよっていう言葉をね、まあ、言ってもいいぐらいのね実力もあると思うんで、村越選手はね少し久しぶりの試合になるかもわかんないですけど、ここはね同じ京都から出てきたね西本を僕はねしっかり勝たしてやりたいなっていうふうに思いますね。まあ会見でもねなる言ってましたけど、まあ山崎秀明の横浜アリーナのセコンドについて花道歩いてリングサイドにも立ったと言ってましたけどね、まあそれが2019年ですかね、まあその後ね自分が横浜アリーナの舞台に立つということでね、なるもね相当意気込んでると思うんで、ここはね再び大注目と言いますか、まあやるしかないでしょうね。まあ選手としてやっぱり勝ってなんぼですから、まあ相手の人生奪ってなんぼやから、ぜひ皆さんにもねこの一戦注目していただければ嬉しく思います。はい。で、あとは芦沢流星 VS 浦部博隆ですよね。やっぱり芦沢流星は独特の雰囲気醸し出して、やっぱ会見見てるだけでもこいつの試合見たいなって思わせるようなね、ヤンキーじゃないけど変なやつじゃないけどなんか独特の空気感持ってるっていうかね、それはまあ流星のセルフプロモーションできるね一つの武器やと思うんで、誰にもねできることじゃないんで、そこはねリスペクトしたいですね。ヒロはね前回軽量オーバーして、階級もね一つ上げて60キロで今回はやるということで、今後はわからないっていう風にね会見で言ってましたけど、もともと60キロのチャンピオンとしてまあ K1 のね初期を、ね、支えてきた選手なんで、まあ僕もねやっぱもう10代の時からね一緒に練習してきてヒロのポテンシャルっていうのも知ってるんで、前回の結果はどうであれね今後の結果っていうのはねやっぱこれからのヒロタカをね、作っていくと思うんで、ここら辺はね本当大注目やなって思いますね。まあ、この2人のね対戦が実現したっていうことで、またねこうスーパーフェザー級、60キロがまたねいろいろ動いていくんじゃないかなと思いますしね、さっきもお話しした村越 VS 西本っていうカードもある中で、こっからねまたガケルの持ってるベルトだったりとかレオナ・ペタスもいますしね、この辺の化学反応がどう生まれるかっていうのが、特にね本当 K1 の60キロ、スーパーフェザー
ザー級というのは激戦区やと思うんで、僕はかなり注目してますね。はい。まあ、特に本当にね、この芦田流星 VS 浦部博隆っていうのはね、本当に、まあ、一回前回ね、試合やってる中で、博隆は勝ってるんですけどね。まあ、そっから年月も経ってるし、ヒロもね、少し時間も空いてるんで、その点がね、どう影響してくるのかっていうのもありますけどね。まあ、本当にね、これはね、大注目と言いますかね。みんなもね、多分楽しみやと思うんでね。本当はあの、横浜祭り、まあ、チケットの方もね、完売の席も出てるみたいなんで、皆さんもお早めに手に入れていただければと思います。まあ、自分自身もね、まだ相手は決まってないですけど、今後発表あるかもしれないんでね、ぜひ注目していただければと思います。では今日はこの辺でありがとうございました。バイバイ。